変えても変わんねえじゃねえかよ。5回からマジで気が狂ったように打ってくるからな。なんだこれ。なんか今まで伝令でさ、ちょろまかしてるから、D とか C でよかったじゃん。あれをなんか対策してきた説あるよね、コナミが。前強かったやつをやっぱね、潰してくる傾向あるからね、当たり前だけど。いや、打ちすぎだろ、マジで。ええー、おーい、投手は今もう前作と違って4人育成してるね。全部ピッチャー使ってるわ、毎試合。わかんないけど、正解かは知らないけど、変化球重視で全員揃ってるね。もうスタミナ揃ってないんで変化球だけ今伸ばしてるね。どうせ継投するし、まあ、伸ばした方がいいだろうけど、まあ今作だからスタミナ多分いらないんだろうな。だからピッチャーやっぱ弱いよな、そう考えると。今回どんないいピッチャー来ても5回とかで変えなくちゃいけないって考えると微妙だよね。おい、終わんねえぞ。一生粘ってくるし、やば。おい、カット禁止だぞ。はあ、ふざけんなよな、マジで。第9投げた、見送ってボール。第2球投げた、打ちました。変えても変わんねえじゃねえかよ。やべ、マウスが吹っ飛んでった。止まんねえじゃねえかよ、変えても。初球決まったストライク、まずは決めてきました。さあ次の投球、投げた、打ちました。おーい、行ったかじゃねえんだよ。中継、瀬山、さらに点追加、10対0、佐藤タイムリーツーベース。俺の心がもう言ってるよ、もうダメだ、いかれちまう。まずは入れてきました。第2球投げました、見送ってストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打ったり当たりだ、レフトへ。ふざけんなよ。おい、なんだこれ。さらに点追加。さあ5球は5球目、投げた、高め、空振り三振。ダメだ、もうおしまいだ。俺たちはここでおしまいかもしれない。なんか応援歌変わったんだけど急に。はっ、ピッチャー変えてもあんま意味ねえな。マジで意味ないな、これ。ピッチャー変える説違うかもな、やっぱ。ピッチャーとかもうそういう問題じゃなくて、普通にもう蛇行なだけだな、これ多分。関係なそう、変えても。何にも補正入んない、多分。5回からマジで気が狂ったように打ってくるからな。なんだこれ。ただただに最強に蛇行なんだろうね、これ。そういうことだと思うわ。やっぱ10点取られたら20点返すぐらいのチームじゃないと勝てないんだろうね。マジで5回からやばいね。スイッチ入るな。本当に5回からスイッチ入るのはマジだな。まあだから俺は5回コールド狙いの今戦法で言ってるけどね。本作マジやばいっすよ。過去最高に難しいって言ってる人も多いぐらいだね。あ、出た、蛇行調査。これ、これだよね、これ。蛇行調査。有利に進むようになった。なんだろうな、有利に進むようになったって。気になるなぁ。怪しいですね。もうちょっと具体的になんか書いてほしかったな。何がどう有利になるのか書いとけよな。ピッチャーが何の能力今必要なのかがよくわかんないんだよな。スタミナゲーなのかな。スタミナゲーはありそう。なんか今まで伝令でさ、ちょろまかしてるから、D とか C でよかったじゃん。
あれをなんか対策してきた説あるよね、コナミが。それが許せなくて、今回なんか、AI 操作の時にスタミナが切れたらもうバガスカ打たれるようになるとかね。前強かったやつをやっぱね、潰してくる傾向あるからね、当たり前だけど。スタミナ上げた方がいいんかな。なんか話を聞けば聞くほどスタミナ上げといた方がいい説出てきてるな。系統じゃないっぽいんだよね、やっぱな。先発のスタミナ A まで上げるか。なんか5回までっていうのが大体なんかあれだよね、 C とか D で投げられる領域な気がするんだよな。全力で投げられる時間だから、なんかそういう推測はありそうだよね。慣れてるやつはみんな D か C で止めて、あと伝令で無理やり S まで上げて回数稼ぐから、そういう説はあるよね。だからみんな5、6回で力尽きて打たれてる説は。普通に自動してもいい。じゃあ関係ないわ。よし、一つ潰れたな。まあ、変化球は前作も強かったからね、まあ、強い可能性はなくもない。あるんじゃないかなって感じ。うわっ！ちょっと待って、ゴンドウと天才が両方来た。まあいいんじゃない、今2枚看板でね。あー、まあ、ワンチャン野手にするあるか。いや、1枚投手でいいと思うけど、さすがに野手に回したくない。俺、ショートに回したいわ。あべ。さすがに野手の方がいいだろ、今回のバランスだったら。さすがにコンバートするだろ、これは。まあ、ゴンドウももう投げさせたいね。もう先発だね、これは間違いなく。すげえ！マジか！激アツすぎるだろ。で、急成長と。よし、これで仕事は終わったな。え！天才すぎるだろ！やば！これが、天才の力か。いや、ちょっと一回戦ぐらい分かってほしいな。3年目頼むよ。まあ、E ランクには負けないだろ。さすがに。まあ、余裕ですね。マジでそうだね。ここめっちゃ大事だからな。いや、ちょっと弱小からやり直しは嫌だな。弱小は嫌だ、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 弱小は嫌だ。第4球を投げた、打った、三遊間の当たり、破ってった、宮野、後ろにそらした。相手のグラブ破ってったわ。よし。あー、なんだ急に。あとワンストライクなんだ。第4球は打ちました。いや、打ちすぎだろ、マジで。おーい、マジかよ。コールド負けするって。あ、まずいねこれは。あーい、スイッチ入った。マジかよ。やるしかない。あ、7点差か。7点差か。これ負けたら弱小なんだろうな、多分また。でー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 、ガインじゃねえんだよ。ふざけんな、マジで。ふざけてんじゃねえぞ。まだ8点差ですからね。8点差だったらワンチャンあるな。あるよな。あってくれよ。頼むよ。バシュッバシュッ。投球はこれから3球目。打ちました、いい当たり。ボールはライナーでライトへ。小山取りました。第9。初球を打ちました。ピッチャー返し抜けた。おかしいな。こっちは連打モードにならないな。8点差あるのにな。まだでもワンチャンある。8点返す未来はある可能性ある。おお、いいね。あるよ。打撃伝令でもこれなんか使ったらバグるみたいな説あるけど大丈夫なの？まあ、使ってみるか。もういいよな、もう。もうバグってるようなもんだろ。投げました。このボールも空振り。バッター追い込まれました。打撃伝令。追い込んでから第3球を投げました。打った。ショートライナーは正面。13対5。第2球投げた。打ちました。お！ある。あとたったの7点か。これは勝ったかもな。ラッキーです。ありがとうございました。とてもラッキーです。バスッバスッ。
球を投げた。おお、入るのか。ドゥン、あるんですか。夢見せてくれるんですか、もしかして。第9投げた。もう第2球投げました。もう夢見ていいんですか、これは。もしかして第3球を投げました。もう第4球を投げました。4球目ストライク。ドリームキャッチャーになれる。次は5球目打ちました。あ、無事掴んだ。ショートから一塁送球、飛び込んだ。気迫を見せましたが、ここは及びません。試合終了。